どうも、ドゥーバップ TV お願いします。今回のですね、動画は、洋服やですね、靴、カバンとこう身につけるアイテムではございません。僕のこう両隣に置いてますこちらですね、愛くるしいこうフォルムに惹かれるおまわさのアイテムを紹介させていただきます。それではですね、おまわさとは何かといったところからお伝えしてまいります。おまわさはですね、フットスツール、デスクトップ、アクセサリーなどのユニークな革製の動物を展開されているイギリスのブランドです。1927年に初めてレザーピッグをロンドンの老舗デパートであるリバティで販売を開始して以来ですね、今日まで店頭で取り扱われております。おまわさのですね、アニマルは、幼少期から人々に大切にされ、家族の家宝として受け継がれてきました。結婚祝いや出産祝い、引っ越しと特別な日の贈り物としても喜ばれています。約100年ほど歴史がございますので、最近ではヴィンテージのおまわさにも注目が集まっておりますね。コレクターズアイテムとして知れ渡るようになりました。ではですね、早速なんですけれども、当店でも数体のアニマルご用意しておりますので紹介してまいります。まずはですね、ブランドのアイコンともいえるサイ、ライナサラスです。こちらです。おまわさではサイが一番有名なんですかね。はい、こちらがですね、ブランドのカタログなんですけれども、おまわさのこのカタログの表紙を飾るアニマルですね、いわゆるこうアイコン的な立ち位置になっております。サイのですね、骨格、フォルムをしっかりと表現されながらも、こうどこか愛嬌を感じる仕上がりが魅力ですね。キリッと立った角の、こう鎧のようなこう分厚い皮膚ですね。で、たくましさ感じる足、まあ、ちょっと今カメラが固定してますので見づらいんですけれども、正面、後ろですね、で両サイド、どこから見てもこう完成度の高さというのをうかがい知ることができます。ブランドですね、紹介時お伝えしましたが、フットスツール、いわゆるオットマン、足置きです。ですので人間が乗ってもですね、しっかりと耐えれる構造ですね。中身は木製のフレームと頑丈な鉄でできております。骨となる部分です。そこにですね、木の皮をこうぎっしりと詰められていますね。それでは試しに一度またがってみます。どうぞご覧ください。はい、またがってみました。こんな感じです。一般的なご体格の成人男性が乗ってもまず問題はございません。乗るとですね、めっちゃテンション上がります。塚本さん、おいくつでしたっけ？38歳、いい年してどうか、こう思わず、ぜひまたがってみてください。当然ながらなんですけれども、お子さんにも大喜びだと思います。で、こちらはですね、サイズは M サイズになります。おまわさの中では標準か、真ん中ぐらいのサイズですね。こちらでですね、よいしょ、身長、横幅、こちらがですね、83センチ、高さは46センチですね。余談なんですけれども、サイの一番大きなモデルは約180センチほどあります。まさに、もう一人こう家族が増えた感覚ですね。ただ日本の住環境ではフィットされる方そう多くはないかと思いますので、サイズはですね、こちらの M サイズですとか、この後紹介しますスタンダードのサイズを、おすすめします。人間が乗ってもしっかりと耐えれますが、持ち運びも可能です。女性の方でもですね、掃除とかでこう場所移動したいなと思われたら、問題なく移動可能です。こんな感じですね。で、僕たちがおまわさをピックアップしている一番の理由はハンドメイドだからです。長い歴史を持つブランドですが、人の手で裁断され、縫われ、魂が宿るものづくり、昨今言われる効率とは真逆かもしれませんが、だからこそ魅力にあふれていると思います。ですので、同じ動物、サイズでも顔の表情やボディバランスも異なります。そういったクラフト感、一点物といったところにも惹かれませんか。革にも当然ながらこだわりがございまして、おまわさの生産用に特別に作られたイギリス製の天然牛皮を使用されています。またですね、一頭のアニマルはすべて同じ牛の皮を使用されています。それも一枚皮です。半身じゃないんですね。通常皮っていうのはですね、半身で流通しております。というのも、皮を作る最初の段階で普通は牛を半分にしちゃうんですね。そこからは皮を剥いで加工していくと、効率がいいんですけれども、イギリスでもですね、基本的に素材として売られている皮っていうのは同様に半身です。一枚皮っていうのはおまわさのためのスペシャルオーダーなんですね。で、一枚皮ってなると、牛一頭の全身からですね、丸々皮を取っていかないとダメなんですね。だから大変といった理由もございます。で、なぜ一枚皮じゃないといけないのかって言いますと、おまわさのパターンを裁断していると、一枚皮のこの牛の背中部分を中心にですね、左右対称にカットされていますね。
これっていうのがですね、いわゆるこの川の伸び率っていうのを計算されています。1枚の川からこう対象に取っていかないと、伸び率が変わっちゃうんですね。半身の川で作っちゃうとこう中をこの木の皮を詰めているときにどんどんこうよじれていく、そういった具合になるみたいですね。1枚側からこうシンメトリーに取っていって綺麗に仕立てられてます。長年ですね使用されることで、まあその統一感がより鮮明に映るかとは思います。で、革の染めにも特徴がございまして、ヌメ革にコーティングせずにステインで色付けすることで色が落ちるように作られています。経年変化をこう楽しめるような仕掛けですね。が、あえてこのそうされているわけではなくてですね、昔ながらの製法で変わらず受け継がれているからですね。昔ながらの技法を守って作られています。もちろん色付けも手作業ですね。また色落ちするといってもですね、極端にそんな色落ちすることはございませんので、こう短いスパンで色落ちするということはございませんので安心してください。こういったですね、ものづくりの背景ですとかエピソードは当店ホームページのコラムページでも紹介しております。代理店代表のですね、小江沼様と弊社代表の、中島ですね、そちらがですね、対談形式で、紹介しておりますので、よろしければご覧ください。本動画の概要欄でも貼っておきますので、ご覧いただけますと嬉しいです。続きまして、こちらです。カバヒポポタマス、先ほどのサイに比べるとふくよかなこのボディラインが特徴ですね。カバのシルエットがこう絶妙に可愛いです。動物の特徴を見事に捉えながらですね、ぬいぐるみ的なこう側面もきっちりあると思います。リアルとこの可愛いのバランスが絶妙です。こちらはスタンダードサイズ、 STD と書きましてスタンダードのサイズです。先ほどの M に比べると一回り小さなサイズ感になりますね。こちらで69センチ、高さは42センチです。玄関やリビングのオブジェとしても良さそうですね。はい、同じくですね、スタンダードサイズで、ラクダキャメルですね。一コブラクダの、ボディラインが見事です。顔の表情も可愛いですよ。こういう具合です。ちなみにですね、オマーサでは実際の動物が生息しているエリアごとにカテゴリー分けされておりまして、サイですとかカバですね、こちらはですね、アウトオブアフリカ、アフリカのラインとなります。こちらのラクダはですね、ミドルイースト、中東の、ラインですね。アメリカですとかイギリスなんかもありますので、ご興味あればお気に入りをお探しください。で、最後になんですけれども、エントリーモデルとしておすすめはこちらですね。ちょっと影に潜んでます。こちらマウスミニです。手のひらサイズのオマーサですね。これは可愛いですね。塚本さんやったら家のどこに置かはりますかね。これはでも本当にデスクトップアクセサリーといいますか、机の上とか全然置けちゃうんで、もちろんその自宅のデスクでもいいですし、オフィスとかそういったところでも可愛いと思いますね。なるほど、ありがとうございます。はい、こちらはその今お伝えしたように完全にオブジェとなりますが、基本的な構造はお伝えしているこちらのビッグサイズと同じですね。価格もですね、16,500円税込みと、おまんさに憧れている方ですとか一度試してみたい方にもおすすめですね。以前にもですね、つがいで購入されまして結婚祝いにプレゼントされた方もいらっしゃいました。印象的なお買い物になると思います。日々の暮らしをこう、癒してくれる存在ですね。単なるインテリア以上のこう大切な存在になってくれるオマーサの動物たち、共に過ごす家族として、迎え入れてあげていただけると嬉しいです。ハンドメイドですのでお時間いただきますが、1点からも受注も可能となっておりますので、ご興味ございましたら店頭までお問い合わせをお待ちしております。それではですね、今回はこのあたりでお時間来ましたので終わりとさせていただきます。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。